はい、じゃあ続きやっていきます。いよいよ突入です。はい。こいつ、リー。オディワン・リーじゃんか。ああ、各ボスの、シナリオのボスの、多分、石像なのかな。おで、確かに。キャッツの変化した姿、多分そうですよね。なんでこんなとこにこいつの像が。そういうことですね。キューブも反応してます。よし、行こう。何が待ち受けるのか。果たして今倒せるレベルなのか。どうなのか。さあ、頂上まで来ましたよ。何も起こらない。あたりが暗くなる。シェンロンが出るわけじゃないですよね。待っていたぞ。誰だ？誰なんでしょうか？何なんでしょうか？ああ、いいっすね。ラスボスっぽい感じなのかな？我が名は魔王オディオ。まあ今までいっぱい出てきましたけどね。ようこそ君たちにわざわざ集まってもらったのは他でもない。とても大事なことを伝えねばならぬからだ。話は二つ。一つは君たちは英雄になった。しかし、他の人間たちは一体何をした？助けをこうばかりだったろう。自らを危険にさらさないで、他力本願に幸せだけは求める。そんな人間など救うに値しないということ、これが一つ目だ。そして二つ目、今度は君たち自身のことだ。君たちは一体何のために戦ってきたのだ。道を解いてくれた死のためか。だからなんだって言うんだい。まあそうですね。まあそれもよかろう。幸い君たちは戦いに勝って大切なものを手に入れた。だがそれらも所詮一方的な欲望ではないのか。自分にとって大切なもの。それを守るためならば他者を傷つけていいのか。まあ、言いたいことはわかりますけどね。お前たちもこの世界に住んでいた醜い人間たちと同じだ。あいつらと同じように己の生き様を後悔しながら。あの二人のことですかね。まあ、言いたいことはわかりますけど、別れを告げさせてやろう。悩みと苦しみに満ちたその罪深き人生に。勝手にこっちの世界に呼んどいてね。それでね、向こう、そっちから攻撃してくるって、そりゃ理不尽ですよ。はい。これがラスボス。顔ですね、これ。いつもとは、フォーメーションが違う。オディオモール。どうしたらいいんでしょうか。全体攻撃でどんぐらい食らうかな。矢車草で。あれ、この真ん中いけないのかな。いけたね。取って、リサーチしましょうか。ねえ、リサーチ。1440、強っ。レベルは下がったね。ちょっと待って、これキューブね、向こうに行けないから回復できないっすよね。これでどんぐらい食らう？ちょっと弱いか、一体ずつ落としていった方がいいのかな？何？回復？ああ、回復か。うわー、ステータスアップもしてる。なるほど、あいつ狙うと多分、回復しちゃうんだね。じゃあ、あいつ狙わないで、やっぱ一体ずつ落としていった方がいいのかな。うわぁ、キューブが狙われる。どうしよっか。アキラって、アキラ何できる？アキラはね、
相手のレベルを下げる、減るイメージ、減るイメージか。ここで減るイメージいく意味ない。相手を無力化する、命を締める、ダメだ。パス。一体ずつ倒していきましょう。こっちの方が回転率がいいんで、まずは、あの一番上の羽生えてるやつみたいなやつ。真ん中。あれね。あれ残して全部先に、倒してしまいたい。オッケー、ナイス。ナイスナイスナイス。矢車行くよ。ここに立たれちゃね、ちょっと全体で削れないんで、全体っていうか、3体同時に削れないんですよね。まあ、近いとこからでいいか。よし、なるべく一緒に、もうメーザーで。あ、メーザー効かないか。ちょっとね、この辺だとどうかな。こいつ狙って。やばいか？大丈夫だったね。矢車。いいね。いいね。これは結構食らっちゃう？食らっちゃうか？ああ、結構食らったね。吸収が痛いね。もう完全に、アキラを回復役にさせましょうか。よし、オッケーオッケー。これ4人がね、なるべく近づきたい。いい具合にばらけてるんで、近づきたいですよね。ダメ。あー、行ったか。おー、いいね。あ、そっか、こういう効果もあったね。そういえば。確実に一体落とそう。この口。口のやつ。これ落とそう。長丁場になるかもしれませんけどね。まだか？まだ落ちないか？矢車。矢車行きます。ちょうどいい具合にね、行かないね。まあでもここを狙って、ハイスピードオペ。よし。アキラが狙われる。さあ、矢車。どうかな？そろそろ落ちてほしいんだけど、下の口のやつ。お、左目、右目か。右目落ちましたね。オッケー、口も下。よーし、これだいぶ楽なんじゃないか？もしかして。ヒールタッチ。よし、いいね、いいね。アキラ、回復量が結構あるからさ。よし、フォーメーションを組み直そう。よっと。オッケーオッケー。矢車届くか？届くね。アップグレードし、行きましょう。悟空。あら、ステータス上がらない。ステータスが上がらないですよ。そっか、カンストしてるからかな。じゃあ、オボルマル上げようか。よし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 。オッケーオッケー。ここまでは楽勝。さあ、この後？この後どうなる？どうなんの？さあ、姿を現した。変わり果ててしまったね。ピュアオーディオ、多分オルステッドがセントアリシア。さあ、そうですね。これ完全にオルステッドですね。うわー、強い。石、マジかよ、マジか。ヒールタッチで治る？治らない。マジか。どう戦えばいいんだ？こいつ。どうしよう、どうしよう。状態異常治す。
状態異常を治すのはヨシュアの実？石は治らないと思うんだよな。治るかな？ステータス回復治る？治った。こいつはちょっと厳しい。やばい、またやられる。うわー、やばい。連山剣。よし。でね、アップグレード、ヨシュアで直そうか。よし。とりあえず移動したい。移動したいんだけど。よし。やばい、来た。3体同時かよ、今度。うわー、マジか。マジかよ。ヨシュアの実もそう何個も持ってないからね。いやー、どうしよう、これ。やられた。ポーション。ポーション、これ使おうか。聖水。エリア大回復。もう、ありったけのアイテム使っていきましょうよ。確実に石になるわけじゃないんですね。あ、違う。確実に石になっちゃうのか。どうしよう、どうしよう、どうしよう、マジどうしよう。エリア大回復でしょうか。バナナクレープ。ステータス回復、全体大回復。ステータス回復が、ん？ラブヒーリングってなんだこれ。もうまあ、やっぱヨシュアの実しかないんですよね。これ石化耐性あるフォームとかあんのかな？いや、もう手に入んないっすよね。ここに来て、矢車、まあ一応矢車使って、こうして、あ、あえてね、あえて、一回倒れるっていう作戦もありですよね。そうすると石が溶けてるんで、ありっちゃありですよね。ここで、きつい。きつい、厳しい。ここで、回復、エリア回復のアイテム使って、エリア回復。よし。で、復活させるって手もあるよね。よし。治りそう、治りそうとか、治りそうはさ、いや、あくまで回復だもんな。ステータス回復じゃないし。ラグルマ。アップグレード、アップグレード、ハイスピードオペしとこうか。アキラがまず左にね、ちょっと寄りたい。うわー、やばい。石になったね。ヒールタッチ、ステータス回復がね、ないもんね。ヨシュアで回復させる。ヨシュアがなくなったら、ちょっとさっきの、一旦ね、HP をゼロにしてから、この状態になると元に戻るんで、
こうして、おぼろ丸が次攻撃されないことを祈る。全然ダメージが削れてる気しないんですけど、167、あーやばい、おぼろ丸やられた。マジかよ、くそ、この野郎、マジ、くそ、いやー、これは強い、強いというか、もう強いじゃないですよね、これずるいね。状態異常ばっかやってくるってちょっとね、ずるいっすよね。うわー、マジか。キャンセラルイ、もういいっすわ。ハイスピードオペ、お、ハイスピードオペで治るんだ。あ、これいいっすね。てか、分かってるならもっと、あ、そっか、寝ちゃってたんだ、キューブね。そういうことね。あー、やばい、キューブが行ってしまいました。なるほど、キューブで直せると。いやー、でもキューブね、強くないからな。もう全然倒せる気しませんわ。多分今回はダメだと思います。うわー、効かねえ。よし、アキラは見捨てよう。いや、見捨てない、見捨てませんよ。聖水、ちょっとね、遠くに離れましょう。あー、やばい、やられた、終わった。お、アキラは石になんなかった。じゃあヨシは使って直して、全然攻撃できないですもんね、回復ばっかでね。全然、うん、追いつけないんですよ。聖水使います。ここでもう、ここだと多分大丈夫だと思うんだよな。石にならない気がする。これね、キャンセラレイ、こればっか使ってくるんで。あー、でも打てない。一個上に上がったらいけんのか。全然 HP 削れてる気しませんよね。吸収もされるしね。まあでもここだったらアイテムが続く？え？違うな。アキラ回復できるんで。よし。なるほどね。動かされるわけですね。この作戦だったらね、倒せるんじゃないか？地味にダメージ与えて。アキラ回復させますね。よし。ねえ、一回行動したらすぐまた攻撃してくるんで、ずるいですよね、ほんと。全然ダメージ効かねえし。なんかもっとね、防御力下げたり弱体化する。あー、マジかよ。ここも使えんのね。はい、終わり。はい、終わり。いやー、完敗だわ。これ勝てん。ちょっと作戦ねって挑みます。
ああ、これバッドエンディングですね。作戦練って、それでもダメだったら攻略サイト見ようかな。ちょっとこれ厳しいっすわ。悔しいなぁ。悔しい。うわぁ、バッドエンディングだね。チクショー。とりあえずポイントとしては、キューブで石は回復できる。石化は回復できる。で、石化耐性のある防具ってあんのかな？あったら探してみたいし、なかったらこれほとんど積んでますよね。まあ、唯一だから、キューブで回復させるか、キューブを囲んだフォーメーションで行って、キューブは石になんないんでね。でもキューブ寝ちゃうんだよな。睡眠耐性とかなんかないのかな。ちょっとどうしよう。防具、なんか防具手に入るとこあんのかな？武器は手に入ったけど。もう全くどうしていいかわかんないっすね。はい。いやー、悔しいな、ほんとにもう。どうしようかな。石化がね、食らわなければだいぶ楽に戦えるんだけど、やばい、ちょっとね、もうどうしていいかわかんないっすね。まあ、そうっすね。弱体化できるんであれば、ステータスダウンね、狙えるんであれば、次どんどんやっていこうと思います。今回ステータスダウンほとんどやんなかったんで、ちょっとやれる限りのことはいろいろやっていきたいと思います。はい。じゃあ次回はですね、リベンジ動画。リベンジっていうか、再戦。まあ、勝てるかどうかわかんないですけど、何回かやっていきたいと思います。はい。じゃあ、とりあえずここまでご視聴ありがとうございました。